はい、皆さんこんにちは、まいのりです。久しぶりにですね、喋って動画を撮っていこうかなと思うわけなんですけど、今回はよく皆さんからいただく質問ですね、それにお答えしていこうかなと思います。で、何かっていうと、普段使ってるガジェットっていうか、例えばコントローラー純正ですかとか、フリークつけてますか、エイムリングつけてますかとか、どんなイヤホンヘッドを使ってますか、ヘッドセット使ってますかとか、そういう質問に答えていこうかなと思います。で、それを答えてその後にちょっと皆さんにお願いがあって、前回というか、質問動画第1回目でいろいろ質問したんですけど、12月頃かな、それの続編というか2回目、第2弾ということで、今回は皆さんに5つ質問をしていきたいなと思います。で、僕もその質問に対する自分の答えというか、自分のことを喋るので、そういう流れでやっていこうかなと思ってます。はい、というわけでよろしくお願いします。さあ、まずですね、質問にお答えしていくんですけど、普段使ってるガジェットですね、紹介します。まず PS4 は PS4 Pro 使ってます。で、これもちょっとね、お話しておきたいんですけど、よくね、 PS4 Pro 買ってよかったですかって聞かれたりするんですけど、僕はですね、そんな買う必要ないと思ってて、特に CG プレイヤーはそこまで恩恵受けないのかなと思ってるので、マルチでね、フレームレートが上がるとかっていうのはないので、無理して買う必要はないと思います。僕が買ってるとか使ってる理由は、アストロミックスアンプ使うときに光ケーブル使うんですけど、その光端子がプロじゃないとないんですよね、今。初代の初期の PS4 かプロじゃないと。スリムにはそれがないので、それでスリムやめてプロにしてます。例えば、綺麗な HDR とか 4K とかそういうゲームをプレイしたい人は、もしかしたら、プロにした方がいいと思いますけど、そのためには、4K とか HDR を映すためのモニターとかテレビが必要なんで、その辺もね、自分の使ってるモニターとかテレビとか、アンプとかその辺を考えて、プロを買った方がいいかどうかっていうのを考えてみてもいいのかなと思います。そろそろ PS5 も出るしね。はい、次、コントローラー純正ですかっていうことですけど、ずっと純正コントローラー使ってます。純正コントローラーで何の不自由なく、不満なくできてるんで、はい。じゃあ次、フリークやエイムリングつけてますかっていうことなんですけど、僕はですね、右スティックにフリークつけてます。で、スポンジ、エイムリングはつけてません。で、このつけてるフリーク、右スティックにつけてるフリークも、Amazon で600円ぐらいで、なんかいろんな種類入ってる安い、普通のやつを使ってます。なんか高いやつも一回試して使ったんですけど、そんなになんか丈夫だしいいんですけど、僕はその600円ぐらいのやつでちょうど良かったんで、ずっとそれを使ってます。で、今なんか調べたりしたら、ちょっとね、商品名っていうか、なんか変わってるっぽかったんで、だいたい600円ぐらいで、普通にもう検索したら出てくるような安いやつです。で、このフリークも CG のために使い始めたっていうよりは、もともと、昔ですね、僕、あんまりコントローラーが壊れない人で、もうずっと使ってたやつが、逆にですね、壊れない代わりに使いすぎて、右スティックのゴムが剥がれてきて、ちょっとなんかプラスチックが見え始めてたんですよ。それで、それ隠すためっていうか、その上にゴム、フリークをつけて使ってたんで、CG とかそういう FPS をやる前からやってたんで、その流れでそのまま使ってるだけなので、フリークって必要ですかって聞かれますけど、フリークなしでやってる人もいるし、上手い人でね。ないとダメっていう人もいるかもしれないですけど、その辺はわざわざね、絶対必要ってわけじゃないと思うんで、試してみたい人はぜひ、安いやつでも十分だと思うんで、はい、それでやってみてほしいなと、僕は思いますね。はい、次、アストロミックスアンプ使ってます。音聞くときはですね。これはね、僕が今まで買ってきた、CG っていうか、ゲームするときに使うガジェットの中で、もう圧倒的に一番買ってよかったなと思えるもので、今使ってるもので、奪われたら何が嫌ですかって聞かれたら、もうすぐアストロって答えますね、多分。僕が使ってるやつは旧タイプ。新型っていうか新しいやつが出たんですけど、昔、古い方ですね。使ってます。音が良くなったとかそういう話はありますけど、新型はね。そこまで違いはないので、今から買う人は新型でいいと思いますけど、はい、もう大満足します、ミックスアンプ。本当に音が聞きやすくなるし、自分の好みのイコライザーに変えれるっていうのは、かなり大きいですね。で、それと一緒に使ってる、ヘッドセットとかは使わないですけど、イヤホンが、よくイヤモニって言うんですけど、モニターイヤホン。で、ソニーの MDR-EX800ST ってやつを使ってます。よくなんかレコーディング風景とか、アーティストさんとかのね、音楽とか歌撮ってるやつ見ると、ソニーの
ヘッドホン使ってる映像ってよく見ると思うんですけど、あれのイヤホン版ですね。それを使ってます。それから、まあ、ヘッドホン使うときは、アーカーゲイの K712 Pro っていうやつを使ってます。これもモニター用ですね。モニターヘッド、まあ、あんま詳しくない人のために話すと、モニターイヤホンとかモニターヘッドホンっていうのは音がフラット、基本的に解像度が高くて細かい音も拾えて、プラス例えば低音がすごいボンボンになるとか高音がキンキンになるとか、そういうことはあんまなくって、基本的にはフラットに、忠実にというか元の原音に忠実に、音が鳴ってくれるんで、まあ、僕はそれを使ってプラスアストロミックスアンプでイコライザーっていうのをいじって、低音ちょっとうるさいからちっちゃくしようとか、高音ちょっと強めにして足音聞きやすくしようみたいな感じで使ってます。まあ、このセットですね、アンプとイヤモニカモニターヘッドホンっていう感じで使ってます。まあ、僕が普段使ってるガジェットっていうのはこれぐらいですね。 CG っていうかゲームするときに、はい、なんか他にまた聞きたいこととかあればコメントとかで聞いてください。はい、というわけで、じゃあこれからですね、ここからは皆さんに質問していきます。5個一気にいきます。まず1つ目、ボタン配置は変えてますか。僕はですね R1 と丸を入れ替えてます。なのでしゃがみが R1、 ガジェットが丸みたいな感じになってますね今。まあ、結構みんなどういう風に変えてるかって気になる人多いと思うんで、皆さんの変えてるというかどういう風にやってるかっていうのをね、共有してほしいなと思います。次2つ目、好きなマップはどこですか。僕はですねずっと旧テーマパーク、昔のテーマパークが好きで、まあ、テーマパークなくなったんですけど、1回なくなって、でまたリワークされたんですけど、まだねその新しいテーマパークに関しては研究 してないのでわかんないですけど、なんかなんとなくやってる感じは好きですね。全然嫌いじゃない、多分また一番好きなマップになるのかなって思っているんですけど、ちょっと研究しがいがあるというか、まあ、そういうイメージのマップですね僕の中でテーマパークは。まあ、それ以外は正直苦手ですね。はい、じゃあ次3つ目、攻撃側と防衛側どっちが好きですか。まあ、これ多分もうね防衛っていう答えが多いと思ってますけど、うん、そう思ってるからこそちょっと聞いてみなかったですね。どれぐらいの割合の人が防衛側好きなのかなっていう。はい、じゃあ次4つ目、新しく出る背面ボタン買いますか。これごめんなさい、この動画を撮ろうって決めた時はまだ売られてなくって、もう発売されてますね。1月16日ぐらいに発売されてるんで、もう手に取って使ってみてる人はいるかもしれないですけど、僕は予約もしてないし買いにも行ってないのでちょっとわかんないですけど、なんでやめたかっていうと、コントローラー持って自分がプレイしてる時って右手は比較的こうリラックスしたというか、あんまりこう強く掴まずプレイしてるんですけど、左手めちゃくちゃ強く掴むんですよコントローラーを。てかそれに気づいたんですよ自分で。これ背面ボタンつけた時にどういう風に、まあ、邪魔なるかなとか考えながら使ってみた時に、結構左手でしっかり固定して右手は軽く添えてっていうか、そういう感じでやってたので、干渉しないかなと思って、中指とかその辺が邪魔じゃないかなと思って背面ボタン、それで買うのやめました。っていうか、まあ今の現状でそんな不満はなかったんで無理して買いに行く必要はないかなと思って、まあ、みんながね適当に買おうと思って買えるような商品だったら買いますけど、なんか大変そうだったし朝から並び行くとか予約とか、はい、それでやめました。どうですかね、皆さん使ってる人がいて絶対使った方がいいよとかっていうコメントとかもしね多ければ多分皆さん欲しくなると思うんで、まあ、その辺の情報とか、はい、知ってる人は教えてほしいなと思います。じゃあ次5個目、 CG 以外でハマってるゲームありますかということで、僕はまあそんなハマってるかって言われたら何とも言えないですけど、Apex と Dead by Daylight は結構やりますけど、ただそれハマってる人に比べたら全然やってないと思うんで、まあ、ハマってるって言えないと思いますけど、まあ、比較的好きなゲームですね。昔はもう PUBG とかめちゃめちゃ大好きでしたけど、まあ、ちょっと今はもう廃れてね人がいないんでやんないですけど、はい、なんかもしおすすめのゲームとかあれば教えてほしいなと思います。というわけで今回は、皆さんからの質問にね、まあ、ガジェットの紹介、それから皆さんに対する質問を、5つしていきました。ぜひですね皆さんの、たくさんのコメントというか回答をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。またですねその皆さんからの回答というか、それは違う動画で、その回答を見るっていう動画を作りますんで、はい、たくさんコメントお待ちしております。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしています。バイバイ。